津のヤシは、大型になる、稲科植物の一種である。こぼが、軸にうずもれた棒状の下水をつける。亜熱帯、熱帯域の有力な雑草であり、また多感作用を持つことが知られている。津のヤシは大柄な稲科の雑草である。下水が太い棒状で、こぼはその穂の軸のくぼみに収まってしまい、外に突き出ない。果実が熟した際にはこの軸そのものが、 コブを含んだ形で折れる。コブは体をなして生じるが、その二型が著しい熱帯域から亜熱帯域では競争な雑草であり、砂糖キビなどには深刻な影響を与える場合がある。他方で、この植物体を用いて、他の雑草の成長を抑制しようとする利用もある。英名は一致グラスである。和名は、アイアシに基づくものと思われるが、アイアシがヨシに似て、 地下茎が横に走り、地上茎が細い竹状に伸びる姿になるのとは、かけ離れており、放射状に太い下水を出す姿とも似てはいない。むしろ、全体としては、牛の疾病を太く大きくしたような姿の植物で、ある。なお、牛の疾病はこの属に含められたことがある。大柄な一年生総本。草丈は1メートルから2.5メートルにも達する、ことがある。 茎は基部近くで分子しながら立ち上がり、茎の内部は海面質になっている。節ごとに葉を出し、葉の基部は鞘となる。鞘には多少の荒い毛を生じ、特に株元のものはチクチクと肌に刺さる。葉は扁平で線形。長さは20から60センチメートル。幅は1から3センチメートル。先端は尖り、上面はザラつく。茎の髪型の溶液から過剰を出す。 水上ジョは、基部と先端が細まった円筒型で、長さ8から15センチメートル、幅は約3ミリメートル、普通は単独に生じ、ほぼ直立する。外見的には突き出した部分は、ほぼない。過剰全体は、長さ6から7ミリメートルの節に分かれ、それぞれの節の基部から1体のコボが出る。これは、夕柄コボと無柄コボが隣り合った組になっており、 そのどちらもが主軸にできたくぼみに収まり、外見的には突出しない。結実するのは無柄の方だけである。成熟時には主軸の節ごとに折れ、主軸と共に落ちる。折れ口では中央が下に突き出してレゴブロックのようになっている。なお、穂の先端近くの節では対化した小のみをつけて折れやすい。ちなみにお芝標本とした際にも穂が折れやすく。 うっかりすると、すべてバラバラになってしまう。過剰世界的には、熱帯アフリカから熱帯アジア、オーストラリアに産し、南北アメリカの熱帯域にも帰化している。沖縄本島には、第二次世界大戦後に帰化し、1970年代には、先島諸島にまで定着した。2000年代には、沖縄、宮古、八重山と大東諸島にも広がった。 日本本土での記録もあるが、極めて少なく、定着していない模様。荒れ地草原や道端にも見られるが、砂糖きび畑などにも出現する。亜熱帯から熱帯域においては、二十歳の競争な雑草として、広く知られている。砂糖きび畑にもよく繁茂し、沖縄の砂糖きび畑における最も害の大きい、雑草四種の一つとして挙げられている。対処法としては遮光すること。 それから初期に除草することが有効で、逆にそれを怠ると、サトウキビの生育が悪くなる。タイにおいても、強雑草として知られるが、この地域ではこの植物の栄葉部をカリフラワーなど、野菜栽培の補助で地表を覆うマルチング用の資材として活用している。これは、土壌からの水分蒸発を抑える意味とともに、雑草の発育を抑制する効果がある。 実験的にもこの植物の抽出液によって他の植物の生育を阻害する効果があること、根の部分より形容の部分に効果が高いこと、これが実際の土壌中でも効果を上げることがか、ユーリストによる。ただし、下記それ以外の文献は RX ルテイタを使っている。以下、種として、初島 P169 沖縄生物、 教育研究会 P74、石峰 P97。ちなみに、あとの3種は、テリミの犬ウズキ立ちスズメの日へ立ち合わゆき戦乱草。石峰へ通る小林ほか、ありがとうございます。